法律とか税金に詳しくないと起業はできない。嘘です。一人でやれ関係ないからみたいな。はい、どうもこんにちは、そこゆきです。こんにちは、あおです。はい、今回はですね、老害起業家の嘘5選ということでお話をしていこうかなというふうに思います。巷にはですね、いろんな起業に関する嘘が出回っています。例えばこれがないと成功しないよとか、こういうふうにしていかないとうまくいかないよみたいな感じのことをよく聞くんですよね。でもね、僕はそんなことはないよねと、起業はこうあるべきだみたいなのを大半は間違ってると思ってるので、よく言われてる間違いをね、今日はねご紹介していこうかなというふうに思います。一つ目、マネジメント能力がないと起業は成功しないよ。そんなの言われてるんですか？いろいろ人を束ねる能力がないとか結構言ってる人いる。だから会社で働くのが大事なので、組織を学ばなきゃいけないんだよって口調の人いるんですけど、一人でやれ関係ないからみたいな。マネジメント能力ある？じゃない。で、皆無なんですよ。マネジメント能力ある人は雇うよ。 YouTube のチームをね、僕が適当に撮って撮影してる人が素材入れて、 YouTube のディレクターが編集者を束めてチャンネルにアップして、最終チェックをうちの右腕がやるみたいな感じのフローになってて、マネジメント能力基本いらないよね。とりあえず一人でやってたら絶対いらないよねと。僕が最初起業した時の体制って、僕がメルマガを書く、僕が動画を撮る、僕が編集する、僕が講座動画を撮る、僕が SNS の発信する、僕が売るっていう、でそこに補助的に彼女を入れたりとか外注さんを入れたりとかっていうレベルで、マネジメント能力なんて皆無だったんですよ。いらないなと思ったし、それでも年間1億くらい利益出せるんですよね。じゃあ良くないっていう。年間1億利益出せたら企業は成功と言ってもいいレベルなんですよね。一人でちゃんと集客をして商品を作って販売していくっていう動線を作れるのであれば、マネジメント能力なんて皆無でもいいんです。だからそのマネジメント能力がないと企業は成功しないよっていうのは嘘です。お次、経験がない領域で事業やっても成功するわけないよ。これもそうなんですけど、実は別に普通に行けるよっていう。僕実はね、埼玉でパーソナルジムを今1店舗やってます。僕はジムで働いたこともなければ、トレーナーをやったこともなければ、すごいダイエットに詳しいわけでもないです、見た目通りね。何ですか？ジムに通ったこともないですもんね。ジムに通ったことはありますね。あるんですか？あるよ、ライズアップ行ってたもんですか。別に好きなわけでもないですと。でもパーソナルジムをやってちゃんと黒字で運営をできてますと。なぜかっていうと、集客の仕組みも分かってるし、顧客の満足度が高ければ売り人するっていう原則も知ってるから、こうやっていけば別に黒字になるよねっていうのが分かるわけですよ。これよく言われるんですけど、別に飲食店で働いたことがなかったとしても飲食店経営して成功はできるし、逆に言うと飲食店で働いた経験があっても飲食店経営はうまくいかないだろうなっていうふうに思うし、ジムで働いたトレーナー経験があっても自分でジムをやるには別のスキルが必要になるんですよね。あおちゃんのトレーナーもそうだよね。なんかね、言ってたよね、独立したいんですみたいな、はい、言っていいのか分かんないけど、そうだよね。じゃあ独立したらいいじゃんって思うけどね。でも組織にいた方がいろいろ学べるんで、3年ぐらい学ぼうかな、うん、3年で学べることと3日で学べることあんま変わんないから。だから本当に経験できることがその企業に直結するわけではないので、意外と知識面が重要になってくるんですよね。こうやって集客をするっていう知識と実務の経験だったりとか、こうやって継続率を上げるっていう知識と経験だったりとか、だからその中での顧客に対するサービスの提供部分に関しては人を入れたりとか外注でなんとかなっちゃったりもするので、別にそこは経験不要だよっていう。だから本当に集客のノウハウだったりとか、人に物を売るノウハウだったりとか、商品を開発するノウハウっていうのを仕入れていって、それを愚直に実践していくだけで企業は結果が出るよというのをお伝えしておきたいですよね。ビジネスに必要な要素さえちゃんと理解していれば問題ないわけですよね。だから学生フリーランスとか学生経営者が最近増えてるんですよ。組織で学べることは自分で学べるじゃんっていうふうに気づき出してる若い人が多いんですよね。だし起業してる人から教えてもらえばいい話なんで、僕も実際マーケティングとかいろいろ教えてもらった人がいるんですけど、その人に学んでそれを実践するだけで結果が出てるわけなんですよ。その人も別に就職経験ないんですよね。海外のマーケの文献読んだりとかして知識を入れて学習塾経営したりとかしてるわけなんで、しゃぶしゃぶ屋とかね、しゃぶしゃぶ屋の系の方が面白かったよ。しゃぶしゃぶ屋はね、シャンパンキャバクラのね、同伴で来てもらってシャンパン開けさせてキャバ嬢にバック入れんの。それがキャバクラと同じバック率だったら、こっちでもパンパン入れてくれるからいいよね。だから別にしゃぶしゃぶ売るんじゃないの、単価の上げ方を知っていてキャバクラのノウハウがあればできちゃう。俺は飲食は未経験だ。面白いですね。そうでもそうだよね、同伴で来てる間にもシャンパン入れてバッグがあったらシャンパン入れさすもんね。ちゃんとそのしゃぶしゃぶでリストマークとかもやってたらしいよ。今日はビール1杯目無料ですみたいな感じの流して LINE 登録させて、5年前の飲食店とかの LINE ちゃんと導入してて、今日来てくれたらビール1杯無料ですみたいなキャンペーンやって、毎回満席にしてた、ちゃんと集客ノウハウ、リピート率向上ノウハウ、リスト獲得ノウハウとかを知ってるからできてるんだよね。当時としてはもう異例だったらしいよ、LINE を入れてるっていうのが。
別にその業界での経験がなかったとしてもできるよね。だから結局コンサルタントの人ってさ、いろんな業界のコンサル入るわけじゃん。ああ、そうですね。ポーカーやったことなくてもポーカーバーのコンサルをやってる人はいるわけだしさ、できた方がいいけどねっていう風になっていくので、別にその業界の専門知識がなかったとしても起業してある程度お金だったりとか顧客を獲得していくのは簡単だよっていうお話です。お次、3年くらいは会社に属して働いた方がいいよ、信用がないからみたいな言われません？ああ、言われました言われました。僕めちゃめちゃ言われたよ、一回会社入った方がいいよって。特にやっぱ会社勤めがない人って信用されないかなみたいな言ってたんだけど、会社勤めがあるないで信用されてるわけじゃないよねと。会社勤めをしてた方がその業界で専門スキルを持ってる可能性が高くて、専門スキルを持ってたら仕事の出来がいいから信用されるわけであって、会社勤めをしてたかしてないかは関係ないよねって、相関関係はあるけど因果関係はないですよねっていう話なんですよ。別に会社にいて学べることももちろんあると思うんですけど、そんなことはお金払って学べばいいし、そんなにめちゃくちゃ重要なことじゃないよね。僕の周りでも会社員経験せずに大企業と取引してる人だったりとか、いろんなところと取引してる人いっぱいいます。でもよく言われない？あとも言われたことない？ありますね。なんて言われるの？社会を知った方がいいよみたいなニュアンスですよね。なんて返すの？そうなんですか。お願いします。社会に知るって何なんだろうね。YouTube のコメント欄の方がよっぽど社会の縮図だけどね。TikTok のコメント欄とかね、社会を感じるよね。Yahoo、うん、コメントがね。闇を感じます。みんなそれ止まってんだろうな、みたいな。Twitter とかも社会感じるよね。ああ、Twitter ランドですよね。あと、よく言われるのが、法律とか税金に詳しくないと起業はできない。おー。これ、思ってる人も多いし、言われるよね。税金学んどくといいよ、みたいな。そんなものは税理士に任せればいいし、稼いだ後に心配したらいいよと。これもね、言われます。言われるし、僕も大事だと思ってた。税金について知らないと、会社経営できないって思ってたし、今でもちょっと思ってる部分もあるんだけど、まあでもやっぱ、チャンポラの人いるよね。なんとかなるよ。でも本当にそんなもんだよね。税金のことなんて全く知らない経営者もいるしね、実際。後から学んでいけば。そう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 。必要になった時に学ぶんですよ。運転免許とかも必要になった時に取ればいい派の人の方が幸せな感じするよね。そうですね。うん。2週間やっぱ取れますからね。そうなんだよね。税金の免許とかも1週間ガチで、税金の本3、4冊読めば結構詳しくなるんですよ。そんなもんなんで、企業に必要なスキル知識なんて。だから必要な時に必要なものを勉強する、それでいいんです。いいアイディアがないと企業は成功できないよ。これも言われますね。一発当てるにはめちゃくちゃすごい尖ったアイディアが大事だみたいな。僕は思うんですよ。別に真似事やってりゃ売り上げ立つよと。あおちゃんのインスタノウハウで周りを見渡して、あ、競合下手くそだなって思う人のジャンルに被せてですね、ちゃんとマネタイズ造成を設計したインスタアカウントを運用していけば、そこそこ売り上げ出るんですよ。それは1億2億の売り上げ1ヶ月で出ないかもしれないですよ。でも月100、200なら真似で十分出るんですと。だから別にアイデアなんていらないし、必要なのは知識ですよね。で、僕の YouTube なんてさ、真似事でしかないわけじゃん。2人でペラペラ喋る年収チャンネルのスタイルと、ビジネス系の LINE を取って商品を販売していくっていうノウハウのセット真似なわけじゃないですか。それでも売り上げ立つし、これぐらい喋るんだったらみんなできるよっていう。だって似たようなタイトルの動画って YouTube にいっぱいあるわけだから、その YouTube の動画を見てきて、お、この人いいこと言ってんなぁ。じゃあこのタイトルで、例えばじゃあ企業で言われてる常識5000みたいなのを僕が取るんだったらどうするみたいな感じで、同じタイトル違う中身で取ったらまた別のコンテンツになるよねみたいな感じでお話をしていってるので、そこにアイデアいらないわけですよ。リサーチ方法を知ってるっていう知識面だったりとか、ちゃんと取るっていう行動面が伴っていれば、アイデアがゼロの人でも別に企業は成功できるというお話でした。ということでね、世の中で常識と言われている老害企業家たちの発言集ということで。話をしてきました。全体的に、うん、一昔前の企業ってイメージ。そうだね、一昔前は確かに資金調達が必須で資本金狭いわけじゃん。で、投資家説得しようと思ったらやっぱすごいアイデアがね、ダメだよ、うん、みたいな気持ちはわかります。そうそうそう、だって YouTube で発信してコンテンツ売りますなんて言ったらさ、資本金出してもらえないわけですよ、うん、きついっていう話だし、資金調達してやるんだったらそりゃね、経理はとか言われるわけですよ。ちゃんと決算書も出してみたいな、経理いるでしょ、じゃあマネジメントいるよねみたいな感じになってくるから。でも今はもっとハードル低く気軽にね、起業できる時代になってきてます。だからそんなことにとらわれず、企業の世界を楽しみながら、お金もの自由も時間の自由も手に入れてもらったらいいんじゃないかなというふうに思っております。ではですね、お金と時間の自由をどう手に入れたらいいんですかと。概要欄に有益なメールマガジンがあるんだとか、なるほど、ないんだとか。ないかもしれない。いや、あります、用意しておきました。僕の LINE マガジン完全無料で登録できてですね、今だけスライド枚数126枚、動画分数80分超えの資本主義攻略の裏マニュアルと置いておりますので、ぜひそちらの方もチェックしてみてください。ということで、今回の動画は以上になります。どうもありがとうございました。ありがとうございました。